お疲れ様です。今日はですね、こちらの LJ バルーンやっていきますってことで、定期的になんか LJ バルーンが強い時期がね、はい、来るということで、今マルチジョイで普通にね使われてる、えぐい、まあ見た目見てわかる強い感じなんですけども、普通にマルチジョイでね、こういうごちゃ混ぜデッキ、まあふざけではないんでしょうけど、LJ とねバルーンが組み合わさったデッキがいるっていうね、まあまたすごい良くない、良くないというかやばいことなんですけど、まあトリマやっていこうか。強いらしいです、これ。はい。まあ、アーチャー、フェニックス、ゴルナイなんで、環境のね、大暴れを集結させたね、はい、デッキとなります。まあトリマどうするトリマどうするこれ。相手もね、まあ相手は環境ですね。まあ、こういうアーチャーゴブリン系の環境には、なんか LJ バルーンで矢波打ってけえやろっていうね、話な気はしてる。さあ、これで端前 LJ 行くとさすがに施設が来るんで、まあ一旦後ろから LJ で、俺は LJ デッキなんだよって見せかけながらの、実はバルーンもありますサプライズで、やっぱね、バルーンからの矢波が強そう。これ1枚も来なければ、ああ、これもう、はいはいはい、全然ね。許容ですよ、こんな迫撃砲。やるよやるよと。でもバルーンつけてアーチャーに矢の雨こんにちはですね。グッドゲームしない、これ止まんなかった。はい、あー、コウモリもいいんだ。まあコウモリはしれっと、ガグモリもいいんだ。それはまた話が違うね。あー、それはちょっと強いわ、対空が。はい、まあなんでだいぶ対空いたな今、びっくりした。こういう空が多い相手には、まあ、LJ ね、素直に LJ ゴルナイでいこう。いや、思った3、4倍出てきた、対空。アーチャー、コウモリ、ガゴムレだいぶいたぞ。さあ、なんで、まあ、一旦後ろからね、おとなしく行くか。まあ、LJ、いや、迫撃。いや、LJ って、こうムートもきついし、迫撃もきついんですよ。ちょっと嫌ですね。まあ、アーチャーには即、アーチャーに即矢も危ねえか。いや、まあ、打っていいでしょ。で、もうエレジャイでね。エレジャイデッキになる。これ、ゴルナイドリームないかな。さあ、ドリームはない。これ、だムートをね、壊すと、みたいな感じなんで、ムート壊さなければ、はいはいはい。そうですね。ムート壊すとね、今、エレジャイがムートに行っちゃうんで、あえて壊さない大作戦で、さあ、もう LJ で勝てる。さあ、バルーンがどうなるか、バルーンいらない。どっちかでいい。さあ、マシマイ来てくれる。いや、これは別に生まれるんじゃね？フェニックス。やられるが、あえてやられるみたいなとこある。さあ、で、これは、なんとも言えない受けになりそうだが、いや、めっちゃ素晴らしい。さあ、これには相手も、グッドゲームで、トルネで巻き込めばね、すべてが。なんだ、記念にバルーンまで行ってあげようか。さあ、めっちゃ苦しそう。で、トルネで処せて、嫌な雨で、グッドゲームと。分からせます。最近ちょっとね、しっかりね、煽ってくる相手には、ね、煽られたいっていうことですから、負けたら。負けたら鬼もかましてよってことだと思うんでね、しっかり分からせていきます。さあ、行こう。まあ、LJで、やっぱ勝てない相性にバルーンがいるから勝てるっていうのがこのデッキだと思うんで、まあシンプルにね、やっぱ最近入りのディガーポイズンとかウォールブレーカー系はやっぱアーチャーだけで、高回転で施設が回るんで LJ が通らないみたいなところをひょっくりバルーンでね、やなめサクッとで勝っていきたい。ラブラブ。さあ、まあ LJ だったらしょっぱな LJ 出してもいい気はしてるが、一回待つか、これ。待つ、なんか手打ても微妙ですね、これ。あ、鳥が来ました。一旦ゴルナイ合わせて、トルネヤナメか。ちなみに、僕もこれ最近知ったんですけど、トルネヤナメで、マジアチャとかマザネクとかね、処理できます。はい。まあ、知ってる方もいると思うんですけど。トルネードプラス矢の雨でね。なんで意外とね、こういうデッキだとね、マザネクマジアちゃだるいやんって話なんですけど。
まあ、処理できるならね、はい、ラッキーっつって。さあ、トリトン使ったんで、ワンチャンエレジアイとかが来るかもしんないけど。あー、これ相手は、エレジアイかゴレかみたいな感じか。ベビーまでいる。だいぶ近いんですけど、俺とデッキが。さあ、ゴーレムでしたね。こうなると、エリババがいると嫌だね。いなければもう、エレジアイだけで勝てそうみたいな。施設あるかな？施設取るねみたいなとこありそうなんで、これは、ここでゴルナイで溶かすんじゃなくて、もう攻めてあげて、後でトリトンでキング起動しよう。あ、いい。もうでもこれバルーンに絶対トルネを使わなきゃ、だなしで。さあ、うわ、ボコボコ。うお、これ、エグ。さあ、エレジェもバルーンあるんで、相手も防衛がね、なんかむずそうでしたね。宝石で普段は止まるが、宝石トルネか。宝石トルネあれば何でも止まるよって話なんですけど、エレジェもバルーンも守るとなると、相手は難しいんですね。で、まあ、適当にヤーまで放って、まあ、あと守るだけだったらねバルーンとかも出さなくていいんでぶっちゃけ。はい、でこれエリジャイ蓋してあげれば何されても耐えれるぞ。エリジャイゴルナ以外。さあ、これで蓋してるんで、まあこれ来たとてその程度のダメージ。うん、走らせないよね結局。いつでも走れると思うな、ゴルナイ。いや、トリトン、いいね。結構ゴルナイ見えたじゃない、今の。走るの強制遮断させる。やめさせる。いいね。さあ、今んとこ結構組むだけで勝ててる気がしてる。まあ、どっちかがやっぱ刺さるよな。本当にきついのはね、やっぱ施設取るね、だと思うんですよ。マジアチャウォールブレイカーとかね。はい。まだもう、ガチでそれだと思うのは一番きつくて。それ以外だとね、マジエレジャイで勝てるのは何でも勝てて、エレジャイで勝てないのにも勝てるってなったら、もうぶっ壊れやね、つって。さあ、フリックス。よろしく。雪マークついてるとジャイスケラってね、クララ界隈の裏ルールみたいなのがあるんで。うん。さあ、アーチャー来る。いや、これエレジャイだったらどうしようかなと思いながらトリトン出します。はい。トルネも持ってないんで、橋前エレジャイはやばいけど、さあ、アチャディガー。いや、めっちゃ助かる。環境のこのアチャディガっぽい迫撃、ウォールブレイカー系を全てやっつけるのがこのデッキだと思うんですけど、やらめきたな。ラバルか。え？なんだこれ。まあ、小物多いっすね。まあ、でも小物にもね、トルネ、ヤナメ、ゴルナイ、エレジャイある。だいぶ悪くない。一応走って、微妙に処理してもらってね。迫撃とかあるんすかね、これ。いや、ここで、後ろからでいいや。足前だとね、アート取られちゃうかも。ああ。さあ、これ間違いなくトルネでもよかった気がするけど、まあ、ええやろ。ガガムレ、また駒上げ。これ、え、なんかさっきのさ、相手もこんなんじゃなかった。流行ってんのか、この小物。いっぱいバルーン。バルーンで吐く。そんな見ないけどな。ちょっと前にいたけど。あれ、アーチャー、え、さっき出したやん。一発。うい。いてて。さあ、というわけで、まあ、1戦目の、なんか、ムート迫撃とまた同じっすね。まあ、でも、相性良さそうだけどな。迫撃。まあ、トルネや。うん。さあ、まあ、一回ね。ああ、今回はムートじゃなくてホバですね。まあ、いろんなパターンあるっすよね、そりゃ。さあ、まあ、蓋して。もう、ゴルナイで勝つ。はい。いやー、スケベ強いんだよな。え？そんなキングキドある？マジ？めっちゃうめえやん、こいつ。今のキングキドあんま見ないけど。
さあこうなるとマジゴルナイドリームをあのアーチャーで掴むしかない。え、めっちゃアーチャーやねこれ。来た。でスケブですよね、分かってる。そこまでゴルナイ、ゴルナイ、ゴルナイ、もうちょっと欲しい。結局ねゴルナイドリームで勝つしかないんだから。ダメージ追い上げてくるね。いいね。でエリジェイからの、うん、ゴルナイでトルネだな。あー下手っぴさーね、これはマジ下手すぎ。えぐいの来そう。まあこれはさすがにヤナムって耐えよう。まあこのダメージだとね、結局さっきのゴルナイドリームできれば、てか俺もバルーンあるんで全然あるぞ。耐えます。相手も耐えるプランね。仲良く行こうじゃない。ここであんま解けたくないな、まあ、しょうがねえ。これさ、マジガゴムレにさ、え、ミスってる、ミスってる。さあまさかの、あーてかミスってる、ミスってる。これ緊急起動してる。え、緊急起動してるけど、え、てか、え、入ってるやんお前。なんで入るなら言ってよ。さっき来た、ゴルナイ。あーやだな、リスカル迷うけど一回耐えよう。これ耐えたら勝ちなんで。最強の防衛してます、ハシマエリジェです。はい、で裏ディガー、はい、嫌なの打って、あぶねえ、あぶねえけどこういうね、はい、バルーンが良かった結果的にはねたまたまですけど、はい、いやーちょっとエリジェイブルーンなーてか、まあなんか環境にただ刺さってるっすね。もうほんと環境を見たみたいな。だいぶやっぱ煮詰まってるんで今の環境がね、そこに対して超強えわ。しかも結構簡単に、ね、勝てる。なんか事故ってくれるわ、ラッキー勝利がだいぶ多い気がする。さあさあさあ、マリタンでもタンルンルン、よろしく。ウォールブレイカー来る。いやこれも入りのねディガポイウォールブレイカーのマイティとかだと、もうエリジェイバルーン組んでヤナム打つだけみたいなラッキーがありそうだけど、ゴーストとウォールブレイカーだとだいぶ珍しい。ゴルナイ、いやマジ珍しいぞ、なんだこれ、あんま見ない。さあまあエリージャイで対応、まあ高回転のなんかこれ施設取りになるっすね。全然フェニックス添えてね、添えてから考える。トルネでキンキーあるな、キング起動ある、やめてくれ。うん、いやでかいこれは。さあキング起動されなかったのはマジ救いで、あーこのデッキ懐かしいですね。なんか一時期流行ってた気がする。これ早めに引っ張っとかないと、内側ドリルとかでだいぶ事故りそうだったんで。うん、あーバルーンこれだいぶいらないっすね。てかエリジェもちょっと通らないんで、まあ一旦ね。まあ一旦ね。え、でもゴルナイ俺のゴルナイは1体しかやらんのか。まあキングけどできたのはでかいですね。まあ問題は俺の攻めがねマジで通るかどうかなんですけど、今回の相手のデッキはマジエちゃんしか対空がいないんですよ。なんでまあエレジェイのフェニックス、このエレジェイ後ろのフェニックスが最強になったらいいなっていうので、マジエレジェイフェニックスプランですね。
とはマジヤナメ強っ。ゴールない、気持ちいいね。やっぱりへばりついてる。さあキングギド、いや素晴らしい。それはでもトリトンがメリ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 、いや結構入ってる。トリトンなんか強くね。まあ最悪柳雨で共有すればいい。アーチャーも欲しいな、ゴースト用に。相手のあのブッパ強いよな。これまあ柳雨あるんだよね俺は。これはフェニックス残ってんでちょっといっちゃう。これ無視っす。さあミスってる。うん、これはもしかして、もしかしてドリーム。はい、強っ。マジエレジャイフェニックス組むだけですね。ヤナミなのもなんかいいっすね。守りだってめっちゃ強かったわ。そう、だいぶ強いかもしれない、このデッキ。シーズンも多分残り1週間ないぐらいかな。結構切ってると思うんで、時間。うん。いいんじゃないですか、これ。最後の最後に。これでね、沼ったトロフィーを一瞬で戻す方法です。さあ、なぜだかエリジャを出しちゃった。あー、ジャイプリだとこれ、だいぶ良くないかも。ジャイプリっぽいプリンスが来た。早めにしばこう。もっと、いやーこれアドやばいぞ。相手プリンスとアーチャーしか使ってないのに、俺エリジャイアーチャー、あーこれやばい。はしまいジャイ来てもおかしくない。これキングギドできるかな。いやーいい。いやー全然いい、全然いい、全然いい。てか、ウォールブレイカー来た。メガナイトウォールブレイカーだ。あ、着衣？ハシマン着衣、こんにちは。あー、ケッツ。まさかのメガナイトウォールブレイカー。いやー、これなー。あ、着衣がなー。いや、てか、え？強その方。あぶねえ、ビビらすなよ。いやーまあまあまあ、これ一旦今アド取られてるんでちょっと危ないっすね。アド取り返してしまえば全然全然最終的には勝てるんじゃないっていう気がしてるけど、アーチャーとアーチャー両方いるんで、そのどっちかにねトルネは使えて、てかまあ圧着にトルネで、あれか、ヤナメがあったわ。じゃあ問題ない。まあ、ただプリンスが強いんで、それまで頑張る。俺の時間が来るまで耐えて頑張る。いいね、トリトン。いや、トリトンこれ前行っちゃうの持ってねえか。ガチプリンス、マジ強い。でここでアチャクイを出してこられると危ないんですよね、俺は。いや行ってみるか、バルーン。危ない気もするけど、いやなめ、アチャクイのコストねえだろ。マジで決まってくれ。フェニックス強い。あー、このオールベイが強いからうまいね。仕方ない。うん、それはダメ。お、なあ落ちるんかい、落ちるんかいですね。137ぐらいあった気がしますね。わあ惜しいね、耐えれてたらでしたけども。
てか今圧着衣持ってなかったっすね。はい、謎に警戒してましたけども、なかった、フェニックスだったわ。さあよろしく、謎警戒。まあ取り前圧着、エレジャイ、エレジャイだけで強いかな。やっぱバルーンを出して通ればいいんですけど、てかまあやっぱカウンター怖かったっすな、本当に。バルーンはガチで余裕ある時しか出さない。これは肝に銘じていこう。ダークプリーちょっとレアだな。まあディガポイかジャイかみたいな二択な気がする。まれにこれ、あーザップ使ってまで来るってことは相当暇な手札ってことは、ジャイスケラ、いやでも、いやスパーキーか、うん、あーあー、そんな感じっすよね、やっぱり。いやースパーキーか、やったなこれ。さあまあこれは交換したい。ミニペやばい、ミニペマジでやばい、うわーマジ、お願い落ちてほしい。うっ、やばいぞこれ。ザップだったのにやっちゃった。さあだいぶピンチなんだけど、今回はエレジェイがそんな刺さらないから結構バルーンはありがたいかもしんないな。さあレイジザップか、レイジ削りされてんね。でエレキガゴまであったんでむずいな。ん？これはちょっと攻めたいけど、あーもう捨ててるかこれ、あー捨ててますね。よし、これを守れたら勝てる、守れなかったら負け。あのゴルナイでも耐えるしかない俺は。お前の男ダッシュを、微妙な、あでもトリトン怖いね。まあこのエリジャーだいぶかもられちゃうんですけど、よしよし、一旦一本取って追いついた、あと守るだけ、あとバルーンをかますだけ。そんなずるいやん。え待って、ゴルナめっちゃ入ってる、ゴルナめっちゃ入ってる、頭突きしっかりして、え守ってるだけで勝てそう。何もくんだ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 、いやこれはめっちゃいい許容になりそう。相手も察してる、まあ、問題何で攻めんのかって話なんだけど、これさどうなの、ね、ゴブジェの背中やばい、やばい、いやバルーンが入ってくんですよね。お、指名手配犯。